じゃあ、いいですか。ビア、ビア出して、じゃあ、いただきます。ビールの感想いきます。はい、どうですか、水戸さん。やっぱりすごいいいですね。後からね、こう苦味とか、はい、まあ、じゅわってきます、はい、普通のビールじゃないですね。これがいわゆる、はい、なんだろう、泡を通り越してくるこの感じが、はい、まさに、はい、パーフェクトビア、イエー、絶対にここに来てくれ。イエー、パーフェクトビア。あい、限られた時の中で放てかませ、 Brand new story life、 未来からメッセージ、今がメインステージ、奏で only only one life story、 Get up stand up play back Renaissance Brand new story life、 奏でるフリースタイル、かませ dream style、 今が wonderful the life、 奏でストーリー。徐々に良くなってきてる進行形、いつもメタルから回り当てる。さあ来ました、門前仲町。イエーイエー、まさにパーフェクトビア。キッチン、キッチンなんとか2店舗目オープン、おめでとう。イエー、沼ちゃんの店、これこの犬みたいな可愛いやつ、イエー、パーフェクトビア、イエー、イエ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 イ、まさにパーフェクトビア、イエー、登場、イエー、パーフェクトビア、おめでとう、イエー、パーフェクトビア2店舗目おめでとうございます。イエー、ここがまさに沼ちゃんのお店、イエー、パーフェクトビア2店舗目開店。すいません、まさにおめでとう、yeah! まさにここ、yeah! この場所で何か大切なものが見つかる、yeah! まさに沼ちゃんジャパン、おめでとう、yeah! Yeah! ミッチー&メントスよろしく、スカバやっぱり、ね、普通のナイキより違うんですね。入ってくるところは、やっぱりここに滝レンタルでここに入れるんですけど、ここで飲むナイキっていうのはすごい穏やかに入ってる。なるほど。だからチュッパチャップスが入ってた感じ。いいね、出る出る出るね。カンヘントさん、はい、チャンジャの食レポお願いします。あ、チャンジャ、はい、チャンジャはね、本当にさっきもちょっと食べたんですけど、幻のチャンジャみたいなこと書いてあったんですよ。あ、もうばあちゃんもみーちゃんも姉ちゃんもせいで、はいはい、もう行きましょう。うまっ。普通のイカかタコか分かんないけど、普通のタコとかじゃない、もうイカなのかな。もう食感と味、キムチの、キムチとかなんかごま油も入ってるのかな、うん、わかんないけど、すげえうまい。うまいから、じゃあチャンジャ、東京ナンバーワン、ここはまさに完全向こう町、あ、門前仲町、よろしく。いいね、よろしく。最後、完全、おちゃんも母ちゃんもじいちゃんもばあちゃんも兄ちゃんも、これがまさに唐揚げ先輩、これは門前仲町ナンバーワンを表す愛者だと思います。いただきます。梅山先生、とびきりの食レポをお願いします。やべやべ、口の中にチュッパチャップスが入った感じ。うわーって、ねるねるねーねーとかわかります？わかります、もちろん大好きです。あの感じ、弾ける感じですね、味が弾けます、弾けます、つまり、うん、
自分の恥、それも勉強になります。だけど、はい、つけると書いて恥けてる、はい、いいえ伊藤ってやる、いいえ美味しい、これ絶対ここ唐揚げナンバーワン門前仲町、いいえやっちゃおうやっちゃおうやっちゃおう。これベーコン、普通のベーコンじゃない、自分の家コーン、自分のコーンを、俺もコーンの服で着てます。魂のコーン、はい、ベーコン、はい、豚さん、紅の豚をやっぱりこうやって食べてるわけです。なるほど、メンドさん、紅の豚の名言覚えてます？紅の豚の名言覚えてます、はい、止めない豚は、止めない豚は、はい、最高。知らないな。紅の豚の名言なんすか？飛べない豚は何だと思います？飛べない豚は、はい、優しいですよね。優しいですね、確かに優しい、はい、じゃあこれは正解言わないままちょっともやっとしていきましょうか。いいっすよ、飛べない豚は、はい、いや、まさに飛べない豚は言っちゃっていいですか？飛べない豚はタンタンメタンタンメタン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 メタンタンメンなんですよ。メンドさん、はい、イントネーション的にちょっと近いでした、はい、マジっすか？はい、飛べない豚はただの豚。はい、正解。食レポいっちゃいましょう。食レポいっちゃいます。これは実はこれなんで野菜があるかって、はい、これサニーレタスの弟なんです。あ、サニーレタスの弟。なるほど、はいはいはい、はい、つまりサッカー選手みたいな名前ですけどサニーレタス、はい、はい、こいつの名前ってサニーレタスの弟の名前教えます。はい、まさに、yeah、サウザンドサニー。いやー、行っちゃいましょう。じゃあこれをゆっくりこう巻きます。これ巻くんです、サニーレタス。サニーレタス巻いて、あ、すごい、なんかおしゃれな、これだともう、はい、行っちゃうとフレッシュメス、フレッシュメスフレッシュネスバーガーもう言えてない。フレッシュネスバーガー勝ってますから、いただきます。はい、お願いします。はい、あ、豪快に豪快に、うん、まーい、うまい、うまい、ここの、お店の名前、はい、Yeah、パーフェクトビア、はい、Yeah、クラウトキッチン、はい、じゃあキッチン東京、本当に分かんないです。ジューシーな味がほっぺたに染み渡るんです。あ、で、はい、一言言っちゃうと、お願いします。モンテスキュー、モンテスキュー、字がモンテスキューですよ。ただのキュウリのキュウちゃんじゃないです。モンテスキュー、いやー、でメンドさん、キュウリのキュウちゃんはもうご飯のお供で最高じゃないですか。はい、ご飯のお供に最高ですね。キュウリのキュウちゃんって、はい、結構ラーメン屋、はい、こってり系に出てきますよね。出てきますよね。あれもすごい美味しいじゃないですか。あれもいいです。もうご飯、キュウリのキュウちゃん一粒で何個いきます？あれ、はい、俺正直、はい、確かに横浜です。横浜で、まあ、横浜住んでましたんで、はい、横浜のあそこなんだっけな、はい、町田屋の弟みたいなところで、キュウリのキュウちゃんそもそも半分ぐらいしかなかったの。はい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 、はい、キュウリのキュウちゃん入れて、はい、ご飯頼んだらご飯って先に出てくるじゃないですか。はい、
ね、すごいいいスタイルですね。キュウリのキュウちゃん大好きなんで、キュウリのキュウちゃん全部食っちゃったんですね。そしたらちょっと、はい、店員さん、はい、何やってんねんみたいな。あれってでも食べ放題なんですね。そうです、食べ放題食べ放題です、はい、ただやっぱ節度があるとそうですね。それをやっぱり自分の欲を抑えられる、全部食べちゃったんですよね。なるほど、あれは申し訳なかったなって。だからキュウリのキュウちゃんは、はい、多分一発二発ぐらいのがいいかな。まあそうですよね。はい、メントさん、はい、あのベーコンの食レポをお願いしたんですけど、これ多分キュウリのキュウちゃんの食レポになっちゃってますよね。はい。いやキュウボンテスキュウ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 、あなたの心のキュウ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 、やっぱりピボ集まり。いやベーコン、まさに、いや紅の豚、はい、いや飛べない豚はただの豚。いや飛んでこうよ。豚だけに、いや、豚だけに、いや、いや、親豚。やっちゃおう、サンキューメンツさん、やっちゃおう、TV、チャンネル、よろしくビー、あ、技見せます。お願いします。いきますよ。あ、新技が、おミントさん、新技が。大丈夫ですかそれ。あの、あ、もう一回ですか。はい、もう一回行きましょう。はい、もう一回ですか。はい、ですか。大丈夫です。おおすごい。いやミントさんすごいっすよ。まあまあまあ、マジか、はい、ここやって、はい、ここにうまくこうやってかぶせるんじゃないですか、はい、ここに乗せるふりして、はい、で、はい、ここに肩に乗せといて。あすごい。メンドさんすごいっす、すごいですか。いやビア、パーフェクトビア、ヘイヨーチェック。俺がまさにヒップホップといえ、まさにロックといえ、ポップといえ、ジャズといえ、ジャパネロ、ジャパネロとハバネロで、そしてジャズ、いや全部、いやレゲエとコラボレーションした。いやまさにこの名前面白い、ロッポップフェス。ロッポップフェス、ヨーチェック俺のチャンネル、ロッポップフェス、キングポップ。いやあーいやオッケー。いやこれテロップ大変だな。